にちは。はい、あ、でも今日傘忘れちゃってどうしようかなって思ってました。え、先輩の傘いいんですか？ことは一緒に帰りますか？あ、ありがとうございます。え、待ってます待ってます、っていうか先輩の教室まで一緒にお供します。